どうですか。買いたくねえな。はい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 。ヘンです。タスケです。ペペです。早速なんですか。ダークウェブで衝撃的な商品サーゼン。ほう。ダークウェブ聞いたことありません。あの聞いたことある。よくある氷山の一角の図のやつでしょ。あのちょっと出したいんで言わないでもらっていいですか。ダークウェブとは通常の方法ではアクセスすることができないインターネットの領域。普段僕たちがどうやってアクセスするのかわからない情報がビットコインのようなすごい匿名性の高い通貨によって取引されている。あれがダークウェブというふうに呼ばれてまして、普段僕たちが使うサファリとかクロームとか、うん、絶対アクセスできないんですよ。さらに全体の中で言うと、その僕たちがアクセスできるのが数パーセントなんですよね。あの図あの図ですね。なので今からお話しする商品をこうパチポチネットで打っても出てきません。もうはい、では本題に入ります。商品まず1つ目、新型コロナウイルスのワクチン。え、すでに開発されて販売されていたそうなんですよ。買えんの ?2020 年世界を震撼している新型コロナウイルス、このウイルスのワクチン、ダークウェブ上のあるサイトですでに販売されていました。このワクチンお値段ちょっとまだ公開されておらず、オークションみたいな形で一時期売買されていたそうなんですけれども、うん、買いたくねえな。一部の層が上のピラミの上のピラミの上の人たちが、ピラティスやん。もうメディアとかまだ全然コロナウイルスのワクチンもうちょっと完成するけどまあ作られてないみたいな風に言ってるじゃないですか。これある人たちには出回っているかもしれないというね。ある調査によればダークウェブを利用する人たち多くはですね、ハイクラス、つまり医療関係者であったり医者であったり軍人、政治家、そういった上の方の人たちがアクセスしているという風に言われており、うん、本当にちょっと信憑性が高い情報の一つかなというふうに思います。2つ目、暗殺。これもかなり有名な話なんですけれども、依頼なんですよ。ダークウェブで殺人の依頼かなり当たり前のように行われておりまして、世界各地の犯罪組織って今、まあ、日本のヤクザの人たちが特にそうなんですけど、うん、活動しづらいんですよね。そういった人たちがどうやってお金稼いでるかっていうと、こういったダークウェブを用いて殺人を犯すということが彼らの重要な資金源の一つとなっているらしいんですね。でちなみにあるサイトによればおよそ100万円で殺人を依頼することができる。安くない？めちゃくちゃ安い。うん、人の命100万円で当たり前のように商品として殺人が売買されているってことを考えるとかなりゾッとするなっていう。そういうのって警察とかもやっぱ追えないのかな。そう、TOA っていうソフトを使っちゃうと本当に分かんない。ああそうなんだ。誰がどうやってアクセスするのかもかなり判別するのか警察でも難しいので、もうノホーズ、犯罪の巣窟みたいになっているんですよ。そして3つ目、人間の臓器。一番ダークウェブ上で流通されている商品が人間の臓器なんですよね。WHO による調査によると、ダークウェブ上で1年におよそ1万の臓器が実際にトレードされているという結果が出てるんですよ。つまりヤブ医者とかがそういったダークウェブを用いていろんな臓器を買って犯罪者とかを秘密裏に直すみたいなことが実際に世界各地で行われているんですね。ちなみに気になるお値段設定なんですけれども、臓器はですね、人体に必要であればあるほどやはり値段は高くなりますということで、例えば心臓や肝臓はおよそ1000万円で取引されていると言われていますね。助かるなら安いかもな。そうなんですよ。心臓とか肝臓やっぱ1回傷つくと修復できない臓器なんですよね。なんでもう移植するしかないっていう臓器はやはり高い。一方で眼球セットおよそ10万円。どうですか。だいぶ安いけど、それ安いって何かもわからん。さらに臓器だけじゃないんですよ、買うのは。人間の手や足のセットとかも普通に売買されていて、うん、まあ、ちなみになんですが1本およそ5万円で購入することができるというふうに言われていて、どっかに今移植したりするんだろうなっていうことなんでしょうね。あのドナーとかもずっと待ってる、まあ、本当にそう、まあね、本当にそれが問題になってて、ドナーで正式に待つよりダークウェブで高い金出して買った方がまあ安いみたいな、メキシコとか行って手術しちゃうみたいな人は結構いるんですよ、うん、というのがこのダークウェブで実際に売買されていたかもしれない衝撃の商品参戦でした。いやちょっと怖えわ。どうでしょう、ちょっと怖えわ。怖えわ。でもさ、もう怖え。それってさ、もう一般の人は完全入れない領域なんだ。いや、入ろうと思えば入れちゃうのがダークウェブの怖さ。そうなんだ。そう、簡単にアクセスできる。未来
初耳今、ね、聞こえんくなったの。えポーンってつきましたけど、ウェブのこと考えすぎても。お本日の結論いきます。ダークライ捕まえるのに波乗りして歩数間違えたらバグる。